はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。えそれでは2023年5月21日ですね。ポッドキャストを始めていこうと思います。今朝はね、朝からちょうどいい気温でね、めちゃくちゃ過ごしやすかったですね。もう顔洗うのもね、ほんと水で洗えるぐらいにね、もう本当温暖かくてね、めちゃくちゃ気温良かったんですけどもね、またこの後ね、ちょっと下がる予想になっておりますんでね、早く ね朝も暖かくなってくれればいいなと思っております。ということで本日もポッドキャストを始めていこうと思います。昨日はね、ちょっとなんか今月嫌なことしかないなって言ってたんですけども、今日ね、めちゃくちゃびっくりすることあったんですよね。へーって思ったんですよね、私。あの、ショート動画にですね、ダンス動画あげましたよね、本日。ね。あの、 YouTube ショートの方にも上げてるんですけども TikTok の方にも上げてるんですよねで TikTok に上げたそのダンスの動画あのすごいかっこいいダンスをね横に並べて自分はグダグダに踊ってるあの動画なんですけどもその公式のか公式の方からですねあのコメントをいただきましてまあ絵文字だけなんですけどもね絵文字で拍手してる絵文字なんですけども めちゃくちゃびっくりいたしましたね。だってその男性が踊ってるね、あそこのサイト公式のアカウントからね、まさかコメントもらえるなんて思ってないじゃないですか。それがね、コメントいただきまして、本当ありがたいことにめちゃくちゃびっくりいたしましたね。ね、そのダンスを踊ろうというきっかけもですね、昨日たまに TikTok 見てたらですね、 たたまたまその動画出てきたんですよ、k p o p の。で、これだったらちょっと練習すれば踊れるかなって、もうね、めちゃくちゃ変に思いまして、でね、今朝30分ほど練習して撮ったんですけども、ね、かなりぐダグダのダンスだったんですけどもね、なんですけど、まさか公式からね、そんなコメント、まあ、絵文字だけでもね、コメントいただけるなんて、もうめちゃくちゃびっくりいたしまして。 ねえ、今まで嫌なことが本当吹っ飛びましたね。<laughs> ねえ、もう本当、再生回数もね、本当そんな言ってないんですよ。ねえ、言ってないのによくね、見つけてコメントしていただいたなーって感じで本当びっくりいたしております。ねえ、だってそういう公式ってめちゃくちゃすごいフォロワーさんがいて、その公式が出されてる音楽も使っていろんな方がね、ダンスされてて、ねえ、いっぱいの動画 あると思うんですけども、その中からね、もうほんと探して、見つけていただいて、コメントまでいただいたって、ほんとめちゃくちゃびっくりいたしましたね。もうほんとこれめちゃくちゃ嬉しくてね、そのコメント見つけた時も一人でわーってこう,いうふうにいたしました。<laughs> はい。ねえ、もうと。めちゃくちゃ嬉しかったなーって感じですね。ってことで、今回はこれで終わりたいと思います。 よろしかったらね、その TikTok の方なんですけどもね、そちらのを見ていただければと思います。もう公式さんからね、ほんとコメントいただいておりますのでね、ほんとめちゃくちゃ嬉しかったです。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。